ください。昨日は大丈夫でしたか？うん、心配かけてごめんね。もう大丈夫だから。これは、どういう意味なのでしょう？私を心配させないように気を使ってくれたのか、それとも面倒ごとに巻き込みたくないからわざと平気なふりをしているのか。私はいつも自分の都合のいいように解釈する。もっとパトさんの真意を知らないと。どうかした、ことかさん。いえ、少し考え事をしてまして。ダメダメ、変なことばっかり考えたら。どうしたんだろう、なんか今日はよそよそしい。何か悩んでるのかな。あの、パトさん。え、どうしたの。私は、依存してるのでしょうか。依存。いや、なんでもないです。忘れてください。依存か、意図はわからないけど別に悪いことじゃないと思うよ。この世に依存せずに生きていられる生き物なんて存在しないと思ってる。虫だって、動物だって、人間だって、自然だって、精霊だって、神だって、一番偉い神様だってそれ以下の神や種族、もしくは世界そのものに依存しているだろうし、依存は生きていく上で必要なことだと思う。そうですか。でもそれは一個人に向けてならどうですか。いいことじゃないかな、依存できる人がいるんだから。では、パトさんにとって、専属心の方々はどうですか。専属心のみんなか、互いに依存し合って、好きでいて、これから先も共に共存できる、そんなものだと思ってる。依存と好きが同じってことですか。うん、俺は専属心の子たちが世界で一番大切だ。絶対に手放したくないし、俺から離れてほしくない。多分これは依存、だけどそれだけ好きだって気持ちの表れだと思ってる。でもそれは結局時間があってのことですよね。関係ないよ、結局いつその人の魅力に気づいて好きになるか。それが早いか遅いかだけ、時間なんてその過程に過ぎないんだよ。そうですか。ごめん、なんか語っちゃったね、参考にならないよね。いえ、素敵な答えをいただけましたよ。好きになるのも時間は関係ない。ならこの私の気持ちは、最近不審な事件が多いし、今日は早めに帰ろうか。そうですね、今日もロカちゃんが泊まってくれるみたいですから。今日は少し早く帰らないと怒られそうです。なら送るよ、一緒に帰ろう。はい。依存か好きかで分けて考えるからダメだった。結局それがロカちゃんの質問に答えれなかった原因でした。それに結果先輩やロカちゃん、今まで私に優しくしてくれた人たちとパトさんは結局私の中では同じなのかどうか、それをはっきり分ける判断ができなかった。それは本当の好きを今まで実感したことなかったから決めることができなかったから。私、ちゃんとパトさんのことが好きみたいです。時間は関係ありません。こうして話して、一緒にいて、すぐに今まで見ない心地よさを感じたんですもの。その今まで見ないこの心地よさは間違いなく好きからっていうものだって今なら判断できます。それじゃあロカによろしく伝えておいて。はい、今日もありがとうございました。あ、パトさんと明日のはお約束をしてない。パトさん、明日を話したいことがあります。ぜひまた公園に来てください。ああ、約束するよ。おやすみ、ことかさん。自分から約束できました。ロカちゃんが帰ってくる前にご飯の支度しないと。こうやって明日も同じ公園で会う約束をした。私は意気揚々と明日のことを考えながら家に戻りました。でもその約束が果たされることはなかった。パトさんはあの公園に姿を現すことがなかったから。しっかり痕跡が残ってますね。なるほど、悪魔、闇世界の住人の力を使ったってわけですか。私たちの世界と闇世界の境界は近いが故に案外抜けが多い。別世界の能力や法則を使うと少し変異した法則と能力性が生まれる。それで一般人くらいの連中が力を震える環境ができつつある。秩序は大事です。そのバランスが崩れればこうやって異変や事件が多発するのは当たり前です。とりあえず柵が相手したクズと同じ気配である以上、この建設破壊の事故も悪心境の誰かが行ったのは確実。メリア、出たよ、これだよね。やっぱりそれも痕跡がありましたね。多分もともとはそこら周辺に落ちている石ころでしょうね。石ころを浮き輪とか他にも日用品に変える理由ってなんだろう。資金調達でしょうね。やり方はあれですが、成功法で資金を得られる、活動範囲や拠点を拡大するのに必要と考えるのが妥当でしょうね。ふん、それじゃあこの建設破壊は何かを行うにあたって邪魔だったか、もしくは悪心境の反省力、もしくは意味を唱えていた企業や重鎮の建設物を偽物として破壊したか、余計なことをしたら潰すぞ、みたいな。
見せしめとしての効果は高いですからね。おもちだって人を殺せばアウトですが、証拠が残らない形で建設物を次々破壊すれば、反勢力も黙認するしかないですからね。つまり、今回の異変は悪信教の東京支部勢力拡大派とそれを反対する反勢力派の争いってことになるんだね。まあ、形勢はどう見ても悪信教が何枚も上手ですがね。能力が扱える人が一人いれば、無能力者1万人分の勢力です。どんなに無能でもね。逆にそれなりに有能な能力者だったら100万人相当の勢力が一人にあるってことだよね。そうです。つまり悪信教がこの東京に3人以上いたら強力な能力者がいない限り東京は悪信教に負けるってことね。でもそれは東京に能力者がいないこと前提だよね。今の東京は大会を控えてるから私たちみたいに実力者が集まってきてるんだよ。どうしてこのタイミングなんだろう。そうですね。確かにそれだけは不可解ですね。私なら大会が終わって、よそで騒動を起こし、世界中の能力者を各自にばらけさせた後、目的地の侵略を試みるけどね。無理はくどい。でも確かに私も面倒事は避けたいから普通大会後にすると思うな。なんでだろう。いや、むしろ能力者が集まるタイミングに合わせた。とりあえず時間も遅くなりましたし、宿に戻りましょう。せっかちゃんの班と情報を共有して明日もう一度動きましょう。そうだね、このレプリカ品はどうする？ソフィアの能力で消しておいてください。ポイ捨てはさすがに気が引けます。ラジャー、ふん、仕事したぜ。ふん、やっぱりこの帽子が落ち着くよ。戻りましょう。仕事の後は仕事だぜ。ねえ、返事してよかったの。後からコトカちゃんを誘わなかったのって？ああ、明日俺は公園には行かない。いや、行けないっていうのが正解かな。どうしても行くの？ああ、真実を知った以上俺も黙っているわけにはいかないんだよ。カナも見たからわかるだろ。でも私たち二人だけで行かなくても、みんなで行けば？ダメだ、これは俺の役目なんだよ。しゃあね、あの人を止める、殺してでも。でも形勢は悪いよ。やめた方が。俺はコトカの恩人を最悪殺すかもしれない。どんな犯罪者であれコトカの恩人を殺すことには変わりないんだ。そんな俺がどうしてコトカの前に姿を現せる？俺はもう誓ったんだ。お前たちには辛い役割を与えないって。俺は真実を知った。シアーネの目的、変死体事件の意味、それら全てを。メディアたちも今回の件で動いてる。今俺が動かないとあいつらは俺のためにまた無茶をする。俺はお前たちが大好きなんだ。全員等しくね。だから守りたいんだよ、主として。ここが悪信教東京支部教会。またメディアやみんなに怒られるんだろうな。でもこれは俺がやらないとダメだ。コトカという一人の女性の幸せを願うなら、専属心は関係ない。フィーリアローズ。さあ、自分の偽善を貫こう。それが一晩考えた俺の結論だ。行くぞ、シアーネ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。